とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、新しいソウルビルド、できました。まあ、弓が変わっただけなんですけどね。夜の棒から、失われた魂の棒、これに変えてみました。エンチャント構成は一緒ですね。流れ込む魂のクールダウンショット、バーストボーストリングに、球根となってます。ユニークスキルだけが違うんだよね。夜の棒がテンポセフト。で、失われた魂の棒はマルチショットとなってます。マルチショットの方が、球根の魂の吸収率が上がると思うので、まあ、火力としてはこっちの方が上なのかなと思います。まあ、実際どうなのか、とりあえず使ってみましょう。それでは行きましょう。プレイヤーの速度が 20% 増加して、衝撃のエンチャント、あ、衝撃を持ってんのかい。で、モブが、スケルトンに置き換わるですね。あ、衝撃がついてるか。衝撃もね、よしあしなんだよね。すごくいいこともあるんだけども、ハーベスターがちょっと当たりにくくなるっていうところもあるんですよね。なので、どうだろうか。あぶね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 。まずはソウルを貯めなきゃいけないんだけども。そうね。でもこのソウルダメは、夜の棒の方がやりやすい。間違いなくね。あっちの方が足止めができるので、吸収しやすいんだよね。でも、行った時にはどうだろうね。あんまり変わらない気はするんだけども、やっぱ若干は違うはずよ。うん、ああ吸収する吸収する。やっぱり矢がマルチショットで、まあまあ出やすくはないんだけど、まあたまには出るので、それの時に多めに回復するっていう感じか。うん、やっぱマルチショットで苦痛の矢を打てば、そこそこ、吸収するやろうね。うん。ああ、出る出る出る。うん。発動率結構低いかなと思ったけども、発動する。すごいする。おうおうおう、マルチショット出る出る。マルチショットの1って、確率どんだっけ ?20% か。ああ、40% か 20% かってことか。あ、でも 20% だったら、そこそこ、ああ、発動するわな。はいはいはい。あ、いいかもしんない。うん。夜の棒の方がと思ってたけども、いやいやいや、これも、全然いいよ。ああ、いや、ちょっと今日は、衝撃がついてるからね、今回は。衝撃がついちゃってるので、多分多めには回復してると思う。いつもよりも。多めには回復はしてるんだけども、でも、マルチショットがね、こんだけ、ガシガシ出るっていうならば、あ、いや、全然、これは使いやすいわ。うん。これは、使いやすい。まあまあ、とりあえず、キャプテンがいるかどうかはわかんないですけども、探しながら行きましょうかね。あ、ソウルが全然枯渇しない。中間地点過ぎました。行きましょう。あ、これ多分衝撃のせいがやっぱり結構でかいかもしんない。衝撃でぶっ飛ばしながらガーっていくから相当吸収するんだよね。うん、でも多分こんだけ矢が発射されるのであれば、うん、これ衝撃なしでもう全然いいと思う。うん、いや、もう、その時はね、衝撃を流れ込む魂と変えて入れていいと思います。うん。まあ、とにかく、マルチショットは、いい感じ。すんごいソウル吸収する。っていうか、キャプテンいねえな。一体ぐらいはいてほしいんだけど、こっちいるかな?あの、ね、コメントでね、衝撃じゃなかった、成長か。成長を入れて、このソウルビルドをすると、めちゃくちゃ使いやすいよっていうのを教えてもらったんだよね。うん。で、成長ならば、
マルチショットもいいかなと思ったら、やっぱりマルチショットでも全然いいね。むちゃ強い。よし、オッケー。ちょっと待って、どこだ。まず取らせて、効果が何が来たかはまたちょっと後で見よう。えい、神秘がいっぱい来た。ナイス。おい、ちょっと待て。ナイトモード、何何。略奪者に代わって凍結を持ってるのか。はい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 。でナイトモード、まあまあそんなきついやつではないのでよかったかな。まあ、ナイトモード自体がちょっと嫌だけどね。ではちょっと中探してボス行きます。お、いた、キャプテンいる。どこ、そこが、ちょっと待って、固まるなって。危ねえ。よっしゃ、危ねえ。敵が出すぎや。ちょっと待って、取らせて。よし、まだいるかな。あと1体ぐらいいてくれれば嬉しい。うわ、珍しい、この刺さってる剣久しぶり見たな。では、ダイナモも20まで溜まってるし、余裕でしょう。余裕よ。これだけで倒せるもんね。ああ、やっぱり、近接武器は、これがベストかな。ソウル系でもいいと思うんだけどね。やっぱり、ボスと1対1になった時の火力が全然違うので、やっぱこれがベストだな。で、弓はね、こっちもいい。まあ、とりあえずクリアです。それでは戻ってきました。今日はね、ソウルビルド用の弓新しく作ったので、使い比べてみましたけども、ね、今まで使ってたのがこっちよ。これ夜の棒で流れ込む魂の球根クールダウンショットバーストボーストリングだね。テンポセフトが元からついてる。それを今日はこれ。全く、エンチャントは一緒なんだけども、ユニークスキルがこっちはマルチショットですね。使った感想が、こっちの方がいい。失われた魂の棒の方が、安定する。まあ、確かにね、一番最初の、ソウルを集め出すときは、こっちの方が安全。敵が寄ってこないので、こっちが安全なんだけども、一回ソウルを集めてしまいさえすれば、こっちのね、マルチショットでガリっていく方が、安定する。強かった。まあ、今回が、衝撃がついてたっていうのもあるかもしれない。衝撃と、苦痛の矢筒の相性がめちゃくちゃいいからね。でも、ないにしても、こっちいいと思う。まあ、とりあえず俺、こっちを今度から使ってみようと思います。まあ、一応こっちもね、たまには使うんだけどね。はい。失われた魂の棒、これ、いいので、まあ、良ければ厳選してみてください。まあ、もしくは、ギフト会とかでもね、配りますので、よろしくお願いします。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。